後三年の役は、平安時代後期の道の区、ではを舞台とした戦役である。前九年の役の後、王宇を実質支配していた清原氏が消滅し、欧州藤原氏が登場するきっかけとなった戦いである。後三年合戦とも言う。十一世紀、東北地方には、出羽国に清原氏、道の区国に安倍氏という強大な豪族が勢力を誇っていた。しかし、 道の区国の安倍氏は、道の区国府と対立し、公平5年に、前9年の役で滅亡した。この時、戦役の最終局面で参戦して、国府側戦勝の原動力となったのが、清原氏の清原武則である。栄法3年に、あと3年の役が始まるまでの東北地方の政治状況は、はっきりしない。武は、9年の役が終わった後、 安倍氏一門の有力豪族であった藤原常清の妻を自らの妻としていた。彼女は安倍頼時の娘であり、常清との間に生まれた息子がいた。この連れ子は竹貞の養子となり、清原清平を名乗った。さらにその後、竹貞と彼女の間に清原氏と安倍氏の総領家の血を引いた江平が生まれた。武下の死後、清原氏の総領の地位を継いだであったが、 魔皇には、着難が生まれなかったので、魔皇は、カイドウ小太郎なる人物を養子に迎えた。これが、成功である。これで、清原氏は、さらに魔皇は、源氏との遠石関係の構築を目論み、永誉年間に、日立国から源の寄地の娘とされる女性を、迎え、成功の嫁とした。この女性の詳細は不明だが、欧州後三年期によると、頼地が、 道の区国に向かう途中、平国下流の平、うはじめという人物の娘と人よを共にし、その時に生まれた娘であるとされる。これが事実であれば、清原氏には、日立平氏、川内源氏の僧侶家に近い系統の地が、一気に入る一方で、清原氏と安倍氏の僧侶家の地を引く家平は、清原氏の着流から外れるということになる。成功の婚礼の際、 道の区の魔皇の館に、ではから、魔皇のおじにあたる吉彦秀武が祝いに訪れた。秀武は、し塗りの盆に砂金を持って頭上に捧げ、魔皇の前にやってきたが、魔皇はごに夢中になっており、秀武を無視し続けた。面目を潰された秀武は大いに怒り、砂金を庭にぶちまけて、出羽に帰ってしまった。魔皇は、秀武の行為を聞いて、 直ちに、秀武討伐の軍を起こした。一方の秀武は、同じく真皇と船下であった家平と清平に密集を送って、放棄を促した。二人は秀武にこうして、兵を進め、白鳥村を焼き払った後に、真皇の館に迫った。これを知った真皇が軍を返して家平と清平を撃とうとしたため、二人は、決戦を避けて本拠地へ交代した。 家平と清平を戦わずして退けた公は、再び、秀武を討とうと出撃の準備を始めた。栄光3年の秋、源、頼地の着難で、成功の妻の兄である源義家が、陸守を拝命して、道の区国に入ったため、公は義家を3日間にわたって、多賀城で艦隊し、その後に、出羽に出撃した。家平と清平は、 魔皇の不在を後期と見て再び魔皇の本拠地を攻撃したが、すでに備えをしていた新仰法が奮戦した上、国府も信仰側に加勢したため、清平、家平は大敗を喫して国府に降伏した。ところが出羽に向かっていた魔皇は行軍の途中で病のために休止してしまった。魔皇の死後、吉家は魔皇の所領であった奥六軍を三軍ずつ清平と、 家平に分与した。この時、清平に、我が軍、江差し軍、伊沢軍、家平に、岩手軍、島軍、比え抜き軍が与え、ところが家平は、この裁定を不満とし、王徳三年に清平の館を攻撃した。清平の最新一族はすべて殺されるも、清平自身は生き延び、吉家の助力を得て、家平に対抗した。清平と、吉家は、 沼作に籠もった家平を攻撃したが、季節は冬であり、十分な工場戦の用意がなかった、清平、吉江連合軍は敗れた。竹貞の弟である、清原竹平は家平勝利の方を聞いて、家平の元に駆けつけ、家平が吉江に勝ったのは、部門の誉れとして喜び、難攻不落と言われる、金沢作に移ることを勧めた。漢字元年、義江、清平軍は、 金沢作によった、家平、竹平軍を攻めた。この時に、吉家の発案で、豪の座、アーの座が設けられ、源の義光の老頭を藤原紀宝が活躍する。が、なかなか、金沢作を落とすことはできなかったため、吉彦秀武は、兵糧攻めを提案した。包囲したまま秋から冬になり、飢餓に苦しむ、女子供が投降してくる。義家は一旦はこれを除名しようとしたが、 食料を早く食べ尽くさせるために皆殺しにした。これに恐怖したため作内から降伏する者はなくなり、これによって、良食の月田、家平、竹平軍は、金沢作に火をつけて配送した。竹平は、近くの昼物間に潜んでいるところを捕らえられ、残首された。家平は下人に身をやつして、逃亡を図ったが討ち取られた。戦いが終わったのは、漢字元年11月14日であった。 朝廷は、蒸気船役を、吉家の視線とし、これに対する干渉は元より戦費の支払いも拒否した。さらに吉家は、陸津守るを解任された。また吉家が、役の間、決められた黄金などの効能を行わず、戦費に回していたことや官物から兵糧を支給したことから、その間の官物未納がとがめられ、吉家はなかなか受領効果体を通過できなかった。 そのため、吉家は新たな官職に就くこともできなかった。ちなみに10年後の聖徳2年、白川法皇の遺行で、受領校過程が降りるまでその未納を請求され続けた。結果として、吉家は、主に関東から出生してきた少子に、資材から恩賞を出したが、このことが帰って関東における、源氏の名声を高め、 後の源の頼朝による鎌倉幕府総研の石となったとも言われている。戦役後、清平は清原氏の給料すべてを手に入れることとなった。清平は実父である藤原恒清の聖藤原に服し、清原氏の歴史は幕を閉じた。後三年合戦へ巻き、源の吉家軍は狩りの特別の乱れから敵の伏兵を知った。源氏軍が家平、 竹平軍の子、吉家が馬を止め上空を見ると、通常は、生然と列をなして飛ぶ狩りが乱れ飛んでいた。それを見た吉家はかつて、大江正房から教わった孫子の兵法を思い出し、清原軍の不可兵ありと察知し、これを殲滅した。吉家は、講師の一言なから、マシかバーブなからマシと語ったという。かつて前九年の役の後、慶の藤原寄道邸で、 源の義家の先行話を表していた際、企業は元気無者なれども、なお、軍の道を知らずと正房がつぶやいたということが、義家の家人を通じて義家本人に伝わり、怒り出すどころか字を低くして、正房の弟子となったと伝えられている。また、正房は、義家の弟の義光に、将の笛の秘伝を教えたとも言う。後に正房の総尊、大江広元は、 鎌倉幕府総研に功を成した。なお、五三年合戦絵言葉の中では、知識の多い老人であるま、そのため絵巻は正房に対して、老研人としてのイメージが出来上がってから描かれていることがわかり、この、眼光の乱れのエピソード自体が作られた話、もしくは元々あった小競り合いに、物語性を出すために正房の話を付け加えた、ものである可能性が非常に高いことが言える。 吉家が馬を止めた丘は後に、立馬港と呼ばれた。立馬港は近代に入って、大正天皇即域記念園として整備されている。また、現在西沼には、五三年の役をテーマにした、公園、平安の風渡る公園がある。五三年合戦家言葉でも、この眼光の乱れのシーンが一番有名である。これにちなみ、西沼の横手市川の対岸にある、三里町半詰付近では、 狩りの里と名乗っている。玄吉し屋型の先鋒軍に、鎌倉影政という十六歳の若武者がいた。清原軍の放った矢が右目に刺さるも、その敵を逆に射殺し、自陣に帰った。苦しむ影政に対し、仲間の三浦平太郎ためじが駆け寄り、矢を抜こうと影政の顔に足をかけた。影政は、怒りため次に切りかかった。驚いたためじに対し、影政は、 武士であれば、矢が刺さり死ぬのは本望だが、土足で顔を踏まれるのは地辱だと言ったという。ためじは誤り丁重に矢を抜いたと伝えられている。影政の子孫には、鎌倉幕府総研の後進、梶原景時がいる。影政が目を洗った川であるクリア川には、片目のカジカが住むようになったという伝説がある。また、戦の後に、影政が、 敵のカバ根を集めて葬り杉を植えた塚は、現在、掛けまさ孔塚と呼ばれている。塚の周辺は、大正期に伊藤直澄らにより、金沢公園として整備された。塚の杉は、大木となっていたが、二次大戦後、火災に遭い現在は、幹だけが残っている。宮城県渡里町にも、同様の伝承があり、矢抜け沢という地名があり。 沢のほとりに、金五郎矢抜け石という石がある。矢を追いかけ逆に首を取られたのは、鳥海矢三郎という清原武平の家人で、阿武熊川川口鳥の海の住人である。ありがとうございます。